こんにちは、川西美希です。今回は以前購入した春だけネイル、インココを使ってネイルをしていきたいと思います。それでは川西チャンネル始まるよ。はい、ということで今回は以前ショップインで購入した春だけネイル、インココというものを使って時短ネイルをしていきたいと思うんですけど、春だけネイルなんだそれはみたいな感じで思ってたんですけど、販売員の人とかがつけてくれたことがあって、春だけだからシールなんだろうなって思ってたら、びっくりなんですけど、マニキュアと同じ匂いがするんですよ。なので結構口コミとか見ても取れにくいというふうに書いてあって、あとネイルといえば何と言っても塗ってから乾かす時間がね、もったいないと思っちゃって、いつも何かしらこう触っちゃって、あー汚くなっちゃったっていうのが多いんですけど、なので私は最近ジェルネイルばっかりしてたんですが、ちょっと今回はね、こちらの春だけマニキュア気になったのでやっていきたいと思います。今回はこちらの2色を使っていきたいと思います。インココ春だけマニキュアのローズティー、こちら1100円でした。そしてもう一つは重ね付けしようかなって思ってラメ入りのものを買ってみました。こちらはインフィニティというカラーで1400円でした。じゃあそれではこちらやっていきたいと思います。まず貼る前に OMD のクレンザー、これはジェルやマニキュアを塗る前の水分油分除去に使用します。まずじゃあ小指からいきましょうか。ここを切って、で上のこの部分、透明のフィルムを剥がします。でこの銀色の紙、これですね、ここをペラッと剥がすとこんな感じでもうすぐ貼れる状態です。そしたら次にここをプチッと取って、皮膚につかないように爪の根元に合わせます。このぐらいかな。そしたら置いて手で押さえていきます。で根元の方から空気が入らないようにこんな感じでちょっとずつで、なんかゴムみたいな感じで、ね、伸びてくれたりするので、空気入らないようにちょっとこうやって押さえながらつけていって、でここを皮膚でこんな感じで押さえるか、それか付属のヤスリで削ります。でちょっとヤスリで削るとね、引っ張られて失敗する時もあるので、優しくゆっくり削ります。小指できました。こんな感じです。ちょっとねブニブニってなっちゃう感じはあるんですけど、でもトップコート塗ったみたいにツルツルしてるのですごい綺麗です。で根元とかちょっと横の方とかをよーく見るとね、開いちゃってるところがあるんですけど、まあ、遠くから見たら気にならないかなっていうレベルです。毛が生えてる、やべえな。はい、他の指もやっていきたいと思います。で次は薬指、だいたいこんな感じで指を合わせてみて合うかなみたいな感じで見ていきます。まずはペッて上を取って、でこの銀紙を取って、ここもプチッと取ります。そしてどっちを当てるかちょっと分かんないんですけど、気分でこのぐらいかな、このぐらいで置いてグッと押し付けながら貼っていきます。ちょっと横がねこんな感じで汚くなっちゃったんですけど、どこから見たらまあ分かんないかな。同じ要領でしっかりと他の指も貼っていきます。はい、親指完成しました。切ったところがちょっとボコボコしちゃうので、そこは難しいかなと思うんですけど、全体見てみるとこんな感じです。親指こんな感じです。トップとか際がねやっぱ塗れてないっていう感じではあるんですけど、ちょっと近くで見ると気になっちゃうかなっていうぐらいです。はい、で次これ上から重ねていきたいと思います。また同じような感じでね、小指からいきます。剥がす剥がす切る、で上に重ねて置いていきます。結構これ綺麗なんじゃないですかね。うん、いい感じ。ラメだからそんなに端っこは気にならない。あ、これめっちゃいいですね。でも上からラメ貼った方が綺麗、やっぱぼかされますね、こう爪先のやつが。あ、でも単色の方がこっちは可愛いのかな。どうなんだろうな。うん、単色の方が可愛いですね。ラメやめます。はい、で全部貼り終わって余ったもの、こちらはこのままにしとくと結構乾燥しちゃって伸びが悪くなったり貼りづらくなったりするので、もともと入っていたこちらの袋に戻します。はい、こんな感じで入れたら、付属のこちらの銀紙、これシールになってるのでこれ剥がして、で封をします。こんな感じで封をしたら、一応ジップロックにも入れておきます。100均とかでね売ってるこんな感じのジップロックに、スッと空気を抜いて、ふっと空気を抜いて、はい、ちょっとは乾燥するみたいなんですが、放っておくよりはまだ使いやすいみたいです。なので使ってすぐ封をしてジップロックとかに入れて保存するといいと思います。はい、ということで完成しました。こんな感じです。遠くから見るとそんなに違和感ないんですけど、やっぱり近くで見るとね、どうしてもちょっとアラが気になっちゃうかなという感じです。初めてだったということもあって、ちょっとボコボコとかがね気になっちゃったりするんですけど、意外とこの上から重ねたらね、さっきね途中でやめちゃったんですけど、ありだな。
なんかキラキラしてて、あとラメがね、一色じゃなくて何色も入ってて、すごい綺麗なんですよね。そしてこのインココ、ベース、ネイル、トップコート、この3つが1つになっているということで、上からこう見てもツルッとした感じで綺麗に見えます。で、慣れたらもっと綺麗に貼れると思うんですけど、やっぱり爪の形だけはどうしても変えられないので、10本よりちょっと多めには入っているんですけど、横幅合わないっていう方はちょっと向かないのかなと思いました。持ち運びに便利という点と、いちいち乾かさなくていいという点はすごく便利だなと思いました。ただコスパはちょっと良くないのかなと思いました。今だったらすぐ乾くネイルとかも100円とかで売ってるので、まあ、とにかく急いでる時とか、どうしてもネイルしなきゃいけないっていう時に 1,2 種類家にあったらすごく便利なのかなと思いました。で、ネットの口コミとか見ても結構落ちにくいという風に書いてあったんですけど、皮膚にちょっとついちゃったりして、そのままにしとくと髪の毛洗った時とかに隙間から髪の毛が入ってで、そのまま浮いちゃって剥がれちゃうということもあるみたいなので、なるべくやっぱりピタッとくっつけて空気が入らないようにして、つけたその日はあまり雑なこととかをしないようにすると、1週間から3週間ぐらい持つというふうに書いてありました。で、これの落とし方なんですけど、普通のマニキュアを塗ったように除光液を使ってちょっと浸してからスッてやると落ちるそうなので、マニキュアが本当にシールになったという感じです。やっぱすごい面白いなと思いました。あと一つ気になった点とすれば、余ったシールの保存方法、これ使ってそのままにしとくと乾燥してかなり貼りにくくなるというか、貼れないみたいな風に書いてあったので、先ほど紹介したように必ず元々入ってた袋に入れてシールして、そしてこのようなジップロックに入れて保存するといいみたいです。でもそれでもやっぱりちょっと乾燥しちゃうみたいなので、いっぺんに使った方が綺麗に使えるみたいです。実用性としてはこれをずっと使っていきたいっていう風には思わなかったんですけど、忙しい時とかこれ使ったらすごい便利だなという風に思いました。乾く時間がやっぱりないのはね、メリットとしてすごく大きいです。はい、ということで今回はインココの貼るだけ時短ネイルを紹介しました。この動画を楽しんでくれた方は高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。そして Twitter や Instagram、 日本の自由帳もあるので、そちらの方もねチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。川西美希でした。バイバーイ。